お疲れっす。お疲れっす。すいませんね、こんな夜に呼び出しちゃって。ちょっと野暮用がありまして、とりあえずちょっと内容はさておき、ちょっと一回さ、回してます。じゃんけん。あ、ごめんね、回してるんだけど。ドーパチャンネル、ドーパチャンネル。一回じゃんけんしませんか、僕と。じゃんけんしましょう。いきます。最初はグー、じゃんけん。皆さん、はい、以前お目隠し取ってもらって、ようこそ、ようこそ、どこだと思います？結構用意しましたよね。ここね、とある無人島なんですけどね。でしょうね。その気配がしないですけど。あなたのですね、ノーミッションですね。大自然でサバイバル。大自然サバイバル。ことで出てますけども、今日。はい。丸一日ですよ、この無人島で自力でサバイバルしてもらいます。よろしくお願いします。死んじゃう、失敗したら死んじゃうよ。ガチで、ガチ無人島どこ。ということで、丸一日無人島でサバイバル、よろしくお願いします。お家帰りたーい。さあ、ということで、ケチャさん、無人島での丸一日サバイバル、今から始めていくわけですけども、心の準備はできたでしょうか？いや、できないですね。できてないですか？はい、サバイバル苦手なタイプですか？虫とかめちゃくちゃ嫌い。虫とか、あ、虫ダメ。一匹でもこの島にいたら。魚とかもいるっぽいですけどね、この辺は結構。あ、生き物は苦手ですね。生き物苦手。生きてじゃない。意外ですね。もっともう、野山を駆け回ってるイメージだと思います。まあ、正しくそうですね。野山を駆け回って幼少時代過ごしてましたけど。でも虫ダメと、気がついたらもうね、手厳しいね。昔は虫なんかもう取りまくってましたけど、45% ぐらいの確率で死にますね。なるほどね。今のところ、まあ、そんな今はもう無一文というか、なんつうんだ、まあ、服は着てるけどほぼ裸一貫と言っても過言ではない。ケチャさんに最初のアイテムをですね、お渡しして、そこからお目含みがあるサバイバルの手立てを考えてもらいたいなと思いますんで、5種類アイテム持ってきましたんで、その中のね、1つだけ今からちょっと選んでもらって、それを元に今日生き抜いてもらいたいなと思っております。そういうことなら希望が、わらしべ長者的な感じで、手で虫と魚取って生きていくのかと思って。まあまあ、その可能性もありますけど、ありますけども、置いてきますね。まず最初のアイテム、こちらですね。輪ゴムでございます。ゴミじゃねえか。ゴミじゃねえか。あ、ヘアゴム、髪の毛止める。あ、でもタオル持ってんだ。いらないです。限りなくいる。まあこれでね、鳥とか撃ち落としてもらえれば、まあ肉は困らない。死にかけの鳥なら撃ち落とせるかも。はい、まあ、続いてのアイテム、こちらですね。はい。ニュートレートですね。はい、唇のかさつきが治ります。こちらでね。ご丁寧に新品でありがとうございます。そう、新品で、未開封ですから。最初のユーザーになりますけど、ね、着火剤にもなるしね。ああ、そう燃えるかもしれないしね。まあ、どうやって火を起こすかって話なんですけど、ね、続いてこちらね、ちょっと遊びたいかなと思って、シャボン玉ちょっと買ってきたんで、もしよかったら。選択肢が4択になりました。5択からスムーズに4択に。ありがとうございます。これ1個でね、4つ入ってますから、まあ、最悪喉乾いたら飲めるかもしれないしね。さすがにふざけすぎたんで、ちょっと有用なやつをね、こちら
懐中電灯。いいんじゃないですかこれ。だいぶ有用。そうっす ね。火起こせなかったら日没で真っ暗っすもんね。そう、この辺ちょっと野生動物とかもいるって聞いたんでね、クマとか出るって聞いたんで、光当てといてもらえば撃退できるから。じゃあ最後もじゃあ本当に使えるやつ、はい、本当に使えるやつね、こちらナイフでございます。ナイフじゃん、ナイフじゃん。ナイフです、ナイフ。ナイフでしょ。じゃあこの5択の中から、まあ普通の人だったらナイフ選ぶと思うんですけどね、逆に言えばナイフだけじゃどうしようもできないシチュエーションもあるっちゃあるんでね。あるから。だって見てくださいこれも、海と石とゴミと木削ったところでみたいなね、漂着物。漂着物だ。サビサビの包丁が。これでいっか。まあまあそう。ってことは自然になさそうなものを。さあ選んでください。この5択の中から1択です。お願いします。さあどうする。まあね、命がねかかってくるので、まあここは手堅く。ワゴンのギター。やっぱり。さすが。ほら、両手にやっぱりついてないと。バランスがね、ずっと左が重いなって思ってたんで。これで元気に食材を探していけるかなという。なるほど。最初のアイテム選んでいただきました。ワゴム、こっから一日サバイバル頑張っていってください。よろしくお願いします。じゃあちょっととりあえず海岸一通り回って状況を。え、何があるかわかんないですね。そうですね。こういうドロップアイテムあるかもしれないし。怖。包丁持ってうろうろしない。原住民とかいるかも、ね。一通りパトロールしてるけどね。ゴミがでも結構ありますね。ね、嵐の時とか結構。結構水来るんでしょうね。あの綺麗だなここ、めっちゃ綺麗。とりあえず食料と、そうですね、ベースキャンプ的なものを作んなきゃいけない。何がいいんだろうなって。食い物があるかどうかですよ。そうっすよね、うん、虫は食えないんでめちゃくちゃ腹減ったら食うのかもしれないけど。この辺ゴミすごいですよ。ほらなんかクーリッシュ富士壺生えとる。すごいな。富士壺もクーリッシュ好きなんですね。バラ並みを超えてきたんだな。茶じゃん。あ、緑茶だ。まだおしっこじゃなくて。ね、確か。カツに開けるもんじゃないですか。全然おしっこの可能性あるだって。トイレないんだから。確かに。トイレ事情もありますよ。ローション。我慢だ。あの辺、結構びっしり貝類が。あ、ほら。亀の手とか生えてるっすね。何？何ですか？亀の手。亀の手。亀の手。亀の手？亀の手。食べれる？これ食えるっすね。ナイフないと取れないな。ナイフだったな、これ最初のアイテムナイフだったな。ヘアゴムで取る。ヘアゴムじゃ取れない。石割るか。これ何本使えっかな。石器ですね。時代から結構がっつりついてるね。そうっすね、そうっすね、硬いな。見やすい形のとこがないと無理か。ほんと食べれんのこれ。これなんかたらこましても知らないけど九州かどっか居酒屋で出てきたことありますね。取れないや。海綺麗だねこれ。水温結構高い。暖かい。南に来たんすか。結構南に来たんです。南だね。都内寒かったんですね。都内ではないですね。10時間以上かけてラジ入りましたからね。すごい、こんなとこまで波が来る。竹とかあるし。その竹使えそう。これ、なんだろう。これちょっと。いいね。奏でちゃいます。日暮れちゃう。そんなことしてる時間ないですよ。日没とともにアウトですからね、真っ暗なんで。綺麗な海。綺麗。すげえ静かな。木の実ある。食べれそうですか。植物系はね、ちょっと怖いんですよね。怖いですね。毒性がね。どうなんですかね。あ、スパイス系のすげえいい香りする。え、ほら、もう臭いっすね。臭いっす普通に。やめた方がいいっすね。うん、ちょっと植物は怖いんで知識がないと。確かに。
森まで入っていきますか。そうですね、役立ちそうなものは鶴とかね、あればそういう。どうしたんですか。え、ヘアゴムで、捕らえましたね。嘘でしょ。若鶏もも親子丼用切り身、ヘアゴムにして正解でした。マジか、うん、こんなことあるんですね、すごいな。そうですね、トリックゲットすごい。結構岩場っすけど、ちょっと岩場見ていきましょう。カニさんとかいりゃ面白いな。理想ですよね。水苦手なんすか。いやいやいや、びしょ濡れになっちゃうんで。今なんかいたんだけどな。貝か。お、これは謎貝。食材ですか。海に返します。なんで探したい。え、なんかありました。あら、釣り竿ですね。あれあれあれ、これは釣り竿ですね。おお、すげえ、しょ、めちゃめちゃ綺麗。あ、すごい。いつでも釣ってくださいみたいな。餌ないからめっちゃついてますね。確かに釣り竿だけあってもね。ね、それこそさっきの貝とかね。多分こういうね、岩の後ろ、ああほら、ああほら、ほらもう、これエビですね。エビ。エビのなんか茹でた。もう茹で終わってるやつ。ボイル。マジか。新鮮なボイルエビですね。すげえ、ボイルエビまで。無人島は何があるか分かんないです。すごい、神に愛されてるな。食はちょっと今日は。大丈夫そうですね。そうですね。まあ、あとは釣れるかどうかが問題ですけど。そうですね。ちょっとロケーションを探して、釣っていきたいなと思います。うん、なんか釣れたんすか。あー、釣れた。え、結構時間かかったっすけど、なんとか一匹。鍋の元が。嘘でしょ。自撮り昆布だし、あれ。そんな泳いでたんすか。新品。新品ですね。新品の、賞味期限。すごい、はい、作られたてですね。あらー、これはじゃあもうさっき取れた鳥とそれで鍋できちゃうじゃないですか。そうですね。釣りうま。餌も持ってかれてないし。餌も。すごい、エビも失わずに。でしたね、すっかりサバイバルしてます ね。豊かですね、命が。火起こし頑張ってください。あ、忘れてた。そろそろ火起こさないと、ほら火も出てきてるしね。そろそろでしょ。一旦起こしますか。うん、火起こしに必要なね、火を集めてきたんで。それだけやりますわ。これでいけるわ。はい、任せて。どうするんですか。すげえ、何これ、どうやったんですか。うわー、何これ。火起こしセットになるんですね。火起こしセット、これが。うわ、すごい。これだけあれば、あとはそれでいける。うん、あ、腰のベルトを使えば。おおおお、ベルトで。あ、そんな紐も持ってきた。うんうん、これあったんで、たぶん腰の方には。火種はどうするんですか。そうですね、お口が必要だ。髪の毛でいいか。ああ、いい感じですね。結構取れたっすね。くせっきなもんで。後ろそんな染まってたんですね。そうですね、茶髪で。パーマもちょうどね、そうなんだ。結構つきやすいかなと。よかった。これでつけていこうかなと思います。焚き火台あった。あら、何それ。焚き火台ですね。焚き火台、これ多分漂流物かな。これどんな木を乗せちゃってよ。あ、そうですね、漂流物かな。これすごいな。やっぱ直火ってやはり NG なあの島が多いかなといったところですのでね。これが漂流してたのは非常にちょうどいいかなという、はい、気持ちですね。ちゃんとしてますね、意外とね、そういう倫理観がね。そうですね、やはりそうですね、必要なところにこう星が授けてくれたのかな。これ使いなってザバって。スピリチュアルやな。地層系サバイバー。地層系サバイバー。火どうするんですか、これ実際。これはあのさっきのやつね。さっき魔法みてえに作ったやつですね。そうですね、毛は下に敷いて。全然火つかなそうですけど。めちゃくちゃつかなそうですね。細かい砂みたいな、あ、アリさんだ。細かい砂みたいなもんを摩擦元に入れるとね、ちょっと発熱しやすくなるっていう話はあるんですけど。
ちょっと荒すぎたかもしれんな。何分ちょっと島に拉致されるのが初めてなもので。で、これで。うわ、これよく見るやつだ、これ。そう。お、お煙出てる。出てんな。すごいすごい。え、そんな簡単なもんじゃないと思うんじゃすか。ジャシが。ジャシが。動揺。飯食ってなさすぎて。動揺。頭が散らかしてる。日本語おかしくなってきてる。ちょっとじゃあ手を借りてもいいですか、これ。手を借りる。はい、これを上から手を借りる、僕のですか手でも足でもあなたのサバイバルですよえこうやってやる、えこうやって紐をね、うまく使うためにですね、うん、手がもう一歩必要ここの上で休憩してってもらうぐらいのつもりで、まあ、じゃああれありなんじゃないかなと思うんですね。そこに腰掛けるぐらいならまだいいかな。肘置きみたいな、うん、ゲーミングチェアだと思ってもらって。なるほどね、うん、ゲームしてねえけどすごい速い、すごい速い。あ、すごい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 、焦げてる、焦げてる、焦げてる。あ、すごい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 。上のとこまで行こう、3の限界まで。あ、疲れた。もうちょい、もうちょい。あー。来た。おっと、あちゃあちゃあちゃあ。おー、すごい、着いた。着いた、着いた、すごい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 。こんなすごい技術。こんなんやばい、こんなん。ちゃんと育てな。あー、やばい、やばい。つくやつ、つくやつ。あ、まだ燃えてる、燃えてる。突然だな、うん、一日中外でね、海風に当たってるとちょっと冷えますからね。いやー、やっと着きましたね。よかった。着なきゃ、ここは夜どこまで冷えるかわかんないですもんね。あとは美味しいご飯作ってそう、鍋が、ね、鶏鍋がこれで食えるということでしょう。よっしゃ、いや、おめでとうございます。ありがとうございます、よし、これでデイワンは多分攻略したんじゃないかなと。ちょっと火でも眺めながら手休みして晩飯にしたいなと。おやす。すっかり夕日が綺麗になったっすね。いやいやいや、っていうかどうしたんすかこれ。あ、ね、このトングもどうしたんすかこれ。ちょっと見ない間にこれ共同作業でつけた火、火はわかるんですけど、この、うん、立派にこの網とかどうしたんすかこれ。この鍋とか網はガチ漂流物、本当にこれ。そしてやがて鍋となり、まあまあまあ、ちょっと見せ てくださいよ。なんかどんな感じなんですか。結構いい感じに多分湯気がね出てて、おい、うわあ、ちゃんとうまそう、ちゃんとうまそう、すごいこれ。いや、そらそうか、いや、そらそうかじゃないけど、ちゃんとうまそう。すごい、何そらそうかってこれ、もやしとかこれネギとか自生、自生してた、自生じゃん。それこれもやしなんだ、だいたい取り尽くしちゃったからもうないと思うんですけどね。だしはさっき釣ってたからわかるんですか。だしで、海底からだしが、ウインナー腸詰め、この辺はあの、あれ、あとあれだ、木の上で取った鳥ですね、これね。ね、豚だけど、そうですね、鳥そうですね、そうです、木になってたやつよね。もう突っ込みませんよ。無人島は無人島だけどね、ガチ無人島だけど、鍋にありつけるのはありがたいですね。もっとね、いろいろ困るかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ順調ですね、すごいな。トントン拍子、TT 通りと言ってもいいかもしれない。タイムテーブルがね、やかましいわ。試しに行けかな、もやしはもう100大丈夫でしょう。いただきます。煙が目に煙でちょうど泣ける。あー、うまい。恋泣いてる。うん、美味しい、美味しい。やっぱちゃんとっちゅうか、なんちゅうか、何も食わずにね準備してたから、しみるっすね、鍋が。いいな、ちょっと寒いしね、日が暮れてくると。まるで買ってきたみたいな食材ですもんね、これ。まるでね、そんなことないっつって。この後の予定はじゃあどうするんすか、これ。もう日没もだいぶ近いですもんね、これ。もう間もなくね、
お日様入っちゃうかと思うんですけど、そうするとこの炭っていうか火焚き火以外はマジの真っ暗になっちゃうんでね、本当にガチのガチ無人島なんで一応、はいはいはい、まあそっからが本番みたいなとこありますね、うん、じゃあもうカメラ回しても撮れるかどうかぐらいのね、うん、感じになっちゃうと思うんですけど、いや僕帰りますけどねしがみついていく、ね、運行できないぐらいまで暗くなっちゃうから、暗くなった後もじゃあちょっとそうね、多分こんだけぐらいと星がこの天気じゃ綺麗かなと思って、星が見たいと、うん、ちょっと見たいですね、さすがにここまで来たら、ね、カメラ撮れないかもしれないですけどね、確かにね、カメラ性能的にはどうなんだろう、今日のご馳走にありついたら綺麗な星が見れるかなっていうところで、この量全部一人で食べるんですかこれ、あまあまあ、ごいさんにもあげて二人でも多いかな、おかしいな、僕はいらない明日のことはまた明日考えようかなと、どこで寝るのかちなみに、ここがあったかいかな、この辺ですかね、地べた、これね、俺じゃないんですよ、先人が原住民の方が多分知るときは、もうちょっと寝てます危ない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 、順調ですね、とりあえず1日目はなんかあの1日目っていうか1日しかないですけど、生き残ったかなといやでもまだちょっと油断できないですからね、獣も出るかもしれないしね、夜は飯作ってたらね、クンクンしてクンクンなんだっけアライグマが出るっつったかな、確かなクンクンしてこの辺は来ると思うんで、はいはい、と捕まえて鍋に入れてタンパクにしていこうかなと、わかりました、いったところでありますね、じゃあちょっとまた後で様子見に行きますわ、どっか行っちゃうんですか、ちょっと一回帰ります石用意してんだって、腰掛けとってもらってとりあえず、順調そうで何よりです、後ほどで後ほどでありがとうございました、これで鍋もおしまいですね、すげえ全部食ったんすかこれ、すごいな、いやお腹いっぱい煙がすごいけど目が染みてうまい、やはり無人島の、うん、目ほとんど開いてないけど大丈夫、見えてないですよ味覚で生きてる、うん、くらにしてもいや星めっちゃ綺麗、映ってないけど、ね、すごいこれちょっと暗くなりましたね、目染みて何も見えないけどやっぱり綺麗なんだろうな、見えてないんだ、シルはどうするんですか、敵用かな、えあでもすごいうまいね、無人島で一人で作る鍋は格別ですね、めちゃくちゃうまいです、いろんなものが入ってるかさ、出汁がいろんなものが、虫とか、ね、虫とか灰とか悪とかねどうですかここまでを振り返ってというか、そうですね、まあ、あと寝るだけなんですけど、ここを無事脱出できたら何したいとかあります、いやー甘いものが食べたいかな甘いもの、意外と欲は小さいですね、チョコたることを知りますね、無人島で生活をしようとするとたることを知るとは、多分神社とか行ってこうパンパンってこうお願い事とかすると思うんですけど、はいはいはい、これがこうなりますようにとかこうなりたいとかそんなことをねみんなお願いするんだと思うんですけど、うん、生きてるだけでありがたいということが分かりますよ、俺なんかそんな結構もう火起こしなんか楽勝っしょぐらいの感じでねずっとやってきたし、うん、けど無人島だとそれすら大変だなと、うん、火も炭じゃなくて薪しかない状態だとこんな手のかかる子なんですねっていう火はそうね、うん、思ったね、から足るということをガスコンロポチとかすると神社でただ祈ってるやつはクソだとそういうことですかね、そうですまあ普段自分は恵まれてたなと、ただ神社で手合わせて幸せになればいいなと願ってるだけのクソ野郎でしたと、そういうんじゃないでもパンパン、うん、今日もガスコンロ勝ちで火がついてありがとうございますだろうと、うんうん、パンパンじゃねえよバーカってそう、神社あんま関係ないですから恵まれてんぞお前らはって無人島一回来てみろと、多くを望むから自分はそれが叶わなかった時に不幸せなんじゃないかと思ってしまうわけでとても恵まれてますよと、多くを望むから自分はそれが叶わなかった時に不幸せなんじゃないかと思ってしまうわけでとても恵まれてますよとっていうのを伝えたいと、伝
伝えたいような伝えたくないような感じかな。もう寝るんですか。火とか見てもらっても分かると思うんですけど、うん、火をもってしてこの光量ということでもう何もできない。これだってライトを振ったらこれですよ。怖っ。これやばいですよ、これ大丈夫。こわっ。さっきのあの謎の石の剣といい、ちょちょちょ、宇野島に何かい。え、こわっ。え、か、書いた、書いてないですよ、マジか。筒道具にマジックなかったから。こわっ、はい、ちょっと怖いんですか。いや、そうですよ、足場も悪いし ね、うん、ね、足だってこんなガニ股で開いてね。ちょうどいい感じに、ここが俺の木のベッド。意外にね、蚊がいなくてよかったかなと。ああ、それはいいですね。ね、ディスカバリーチャンネルとか見てても大体蚊で脱落してますもんね。蚊が一番の敵と。舌を引かれたらもう刺されなくてるかもしれない。顔面こんな。じゃあまた明日会えることを祈っております、ね。そうですね。確かにまだ何もゴールインしてないので、はい。言い残すことありますか。ブレスオブザワイル。おはようございます。おはようございます。まだ寝てたんですか。ダメですね。え？ダメです、ダメです。ダメです。ダメです。体がバキバキで。無事生きてますね。そうですね。もう投資してると思いましたけど。安心感はありましたね、あったかさと、うん、体はすごいちゃんと土の感触が背中に残ってます。寝れました。途中で目覚めずにね、爆睡した、ね、爆睡。すごい。何するんですか。あともうちょっと時間ありますけど。そうですね、一旦火起こしていかないと、なんか朝食をね、食べられたらいいかなと思います。さあ、ということで、お帰りなさいませ。無事帰ってきた。上陸。しゃびしゃですね、なんか。結局海も入ったしね、なんやかんやってなかったけど、ちょっとエンジョイしてましたよね、はい。何はともあれ、あれですよ、ケチャさんに出ていたあのミッション、はい、大自然でサバイバルせよ、無人島での丸一日サバイバル、なんとクリアでございます。やったね。打ち抜けですよ。他のメンバーがやれダイエットだ、野球だ、ホームランだとかやってる間に打ち抜け、おめでとうございます。よかった、めでたいね。やっとクリア者が出ました。ということでですね、ご褒美が、ご褒美なのかな、はい、ちょっとわからないですけども、このノーミッションね、元をたどれば、はい、クリアしたらですね、曲が解禁されると、そういった趣旨の内容となっておりますので、ケチャさんにはですね、よかった、私の方からなんと新曲が用意されております。なんと私がケチャさんのために作った曲でございます。今からこちら、ぜひちょっとこの場で聴いてってください。ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、じゃあミュージックスタート。